さんこんにちは、原田武雄です。今回は道中辻斬りということでお送りしたいと思いますけれども、道中というかですね、こちらあの私のですね、丸の内にありますオフィスそのものでありまして、道中でも何でもないんですけれども、いつもですね、謎のホワイトルームとかですね、あるいは、外国であるとか国内であるとかですね、随所でこの道中辻斬りは撮影させていただいてるんですけれども、今回はですね、たまにこれからやろうと思ってるんですけれども、私のですねオフィスからお送りしたいというふうに考えております。皆様とですね、何といっても関心事項といえばですね、一つには米朝首脳会談何だったんだということなんだと思うんですね。米朝首脳会談の結果ですね、なぜか、途中からです、私もあのいろんなテレビ番組出させていただきましたけども、一生懸命ですね、もうやる直前から、その米朝首脳会談やる直前からですね、とにかくキャスターの人たちが、で日朝首脳会談で拉致問題は日朝首脳会談で、いや日朝首脳会談やるんですかという話でですね、私の方からですね、その際にずっと申し上げてきたのはですね、まず事前にですね、事前に皆さんだってもさまざまなコメンテーターはですね、これ米朝首脳会談の結果、新しい東アジアのですね、秩序ができまして、それによってですね、朝鮮半島には平和がもたらされてなんて本当に大声で言ってたじゃないですか。結果どうだったのかって話ですよ。私どもですね、ブログの形で、私どもの研究所の見解というのをすぐですね、ご提示しましたけども、一つ目はですね、非核化なんていうのは全然関心も何もないってことですよね。リビア方式がどうのこうのとか言ってましたけども、私どもの研究所はかねてからですね、このいわゆる非核化というのは全く問題ではないんだと。そしてですね、もう一つ、我が国にとってのですね、最大の関心事項である拉致問題を含めた人権人道の問題なんていうのも、こんなものもですね、アメリカの目から見ると北朝鮮勢との関係では何問題ではない。じゃあ一体何かといえばですね、いわゆるアザーイシューズという形してますけれども、アザーイシューズというのはですね、イリシットアクティビティーズの問題ですね。イリシットアクティビティーズというのは、これはブッシュ政権の時に非常に言ってたんですけれども、いわゆるですね、不法な経済活動、例えばミサイル作って売りつけたりとかですね、あるいは、偽米ドルを釣ってるわけじゃないですよ。これはポイントなんですけどね、偽米ドルを釣ってるわけじゃなくて、そういったそのミサイルを売ったりとか麻薬を売ったりとかですね、なんとかしてる、それによってですね、いわゆるアフリカとか中近東の、独裁国家からですね、お金をもらうわけですよ。そのお金というのは、実はそれらの独裁国家に対してアメリカの中央情報局を中心とした CIA を中心としたですね、様々なアメリカの情報機関がですね、お立ちんということで、実はですね、米ドルをやってるわけですよ。で、アメリカドルというのは基本的にはですね、アメリカの FRB だけではないんですね。アメリカ連邦準備制度理事会だけがですね、する権限を持ってるんじゃなくて、実はインテリジェンス機関たちも持ってるんですよ。で、それをですね、吸っていった。そうしたらば北朝鮮勢の側にですね、回っちゃったので、で、一番大きいのはやっぱりマネーロンダリングでしょうね。マネーロンでですね、これは私どもかねてよりずっと申し上げてますけども、華僑華人ネットワークのハイレベルはですね、雲南の山奥にこう大量の金塊を持ってるわけですよ。で、それを日本銀行の、口座経由でですね、もうどんどん出してるわけですね。で、出すというのをですね、これを、景気回復のためですね、世界経済が倒れそうになると毎回やるというのが、これはですね、昭和天皇の時代までやってきた。ところはですね、それを、最近ですね、私ども分析の中で実はお出してるんですけども、実は我が国の国内においてですね、1980年代にある内政上の大きな懸案を解決するために絶対必要なんですということでですね、アメリカも同意の上でこの日銀のですね、母会資産を政体勢力、要するに時の有力な政治家たちが取ってですね、それを国内で使うということをし始めたんですよ。そうしたらですね、これ結構得なんじゃないこれみたいな感じ です、ね、ガサッと取ってそれを北朝鮮に渡してですね、そしてそれをマネーのロンダリングしてもらってということをやってたわけですよ。それが1980年代から1990年代まで続いたというところなんですね。なので北朝鮮勢からするとですね、当然これお立ちになるだろうと思ってるわけですよ。ところがですね、ある段階で何やってんだよみたいな話になってですね、結局日本勢も、我が国もですね、それをやめると、で一緒になってですね、何やってんだみたいなこと言い出したわけですよ。お前がやれって言ったんだろうって話で、これ北朝鮮勢切れますよね。それはね、別に肩持ってるわけじゃないんですけども、なんていうそういう一連の流れの中でですね、結局そのマネロンで、作った、そういうしかも東南アジア勢もですね、じゃあこれもやってこれもやってみたいなマネロンどん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 やらせてですね、北朝鮮勢はですね、一大裏のファイナンシャルハブですよね。要するにその金融のですね、ハブになっちゃったわけですよ。じゃあこれどうすんだよ、これなんかこう邪魔だなこれみたいな感じで思ってるのが、一つには米国勢、そしてその裏側にあってですね、実質的な米国勢、そして、ユダヤ勢ですね、というのがですね、国際金融市場を乱してると、こいつはダメだよということを言って、じゃあこれをですね、いかにして潰すかという話に入り始めた。それがですね、いわゆる北朝鮮も問題の真実なんですね。ところがそれはですね、じゃあなんで日本が外されてるか、理由は簡単ですよ。だって一番最初にそうやってですね、マネロンとかいろんな知恵つけたのは日本勢なんて、我が国なんだから。そもそもとして北朝鮮勢ってなんで作られたのか、それはですね、要するにソ連が
いよいよ戦争に勝つぞと思った時にですね、日本勢からのこのこやってきまして、まあ、あの日本のですね、まあ、関東軍の参謀にですね、いきなり転属した人がいたじゃないですか、まああの大本営からですね、まあ、あの辺の人たちが行ってですね、いいですかソ連と、このまま行ったら、あなたのところにですね、あの完全にそのアメリカの傀儡国家、要するに韓国ですけども、できちゃいますよと、いいんですかと、いやそれ困ったな、じゃあ一緒になって作りましょうということで作ったのが、これがですね、いわゆる、まあ、あの、まあ、北朝鮮勢のですね、なのでソ連勢と我が国のですね、合作なんですよ、合作で、この合作でですね、これ作った北朝鮮勢というのをですね、まあ、当然これは最終的にこの壊すのはですね、じゃあ誰なのかって話なわけですよ。で、北朝鮮勢を、こうやって作った結果誰が得したのか、もちろんあの国境にですね、アメリカの傀儡国家が来なくなったソ連勢、ロシア勢というのは一つあります。あともう一つはですね、なんといってもやっぱり我が国なんですよ。我が国はなんでかって言ったらば、要するにですね、いや北朝鮮勢いるんでちょっと在日米軍そのまま行ってくださいと。もちろん中国もそうだけどね、中国は実はこれは語らってるわけですよ、アメリカとずっと。だから北朝鮮勢の存在があるからこそ在日米軍がずっといてくれたわけですね。だからですね、要するに今回もですね、いやこれで朝鮮半島平和になるからもう引いちゃおうかな、在韓米軍在日米軍って言ってるのはこれ当然の話なんですよ。だからですね、これはもう手も足も出ないで、結局狙われてるのは我が国の生態勢力なんですよ。どうしてかって言ったらば、いやーこれ皆さんですね、聞いて驚かないでくださいね。実は米朝首脳会談の結果ですね、アメリカは北朝鮮との間では話は破談になりました。あ、なんか表向きなんか仲良くなっているように見えるんですけど、全然そんなことないですよ、全く。いやーこれ使えねえなこいつらって、実はトランプ政権は判断してるんですよ。でその結果ですね、前って使えるとすればこいつらが持ってる鉱物資源とかじゃなくて、要するにこいつらを出しにしてですね、日本勢からも骨の髄までですね、母外資産を出させようと。でもそもそもこの、生態勢力が握っている、日本の生態勢力が握っている母外資産をですね、いかにして全部刈り取って、でその次にまた新しいですね、まあ我が国経由で、我が国の本当の権力の中心、皇室を中心としたまた新しい母外資産のですね、配分、分配スキームですね、これを作っていくというのが今やろうとしていることなので、ですからですね、今のこの日本にあるもう元来のですね、まあ商店の時代のやつでも全部こう枯渇して全部使っちゃう必要があるわけですよ。じゃあどうしたかってことですよ。でトランプは金正恩にこう言ったわけですよ。あのさあと、悪いんだけど安倍さんと会ってくれるって言ってですね、いやなんであいつなんかうるさそうだしみたいな多分言ったんだと思うんですけど、いやまあそんなこと言わずにさ、どうこんな感じでって言ってですね、具体的な、ある具体的な金額をなんとトランプから提示したんですよ。これびっくりびっくり、そこまで言うなよって話なんですけど、安倍さんもそのこと頼んでなかったんです。これ言ってくれたらば、拉致問題について言及してくれたらばこれだけあげるからねということは実は言ってるんですよ。だけどもそうじゃなくてですね、日朝首脳会談だったらこんなもんでどうってある値段を言ったんですよ。そしたら金正恩と、あ、いいねっていう。あの先日ですね、あの桜井よし子さん、私は桜井よし子さんは通りすがりで会ったことぐらいしかなくて、あの番組とか一緒に会ったことないんですけど、あの桜井よし子さんのですね、2011年ぐらいだったかなのですね、ブログにですね、小泉訪朝の時は結局、北朝鮮勢はですね 4.5 兆円くれと言ったけれども、我が国の側がですね、こんだけ在外資産を置いてきてんだからですね、差し引けと言って結局 1.4 兆円で、お礼がつきましたみたいなのが書いてあって、当時のですね、まあ、あの総理秘書官だった飯島さんはですね、即座にそんなことはねえよって、まあ、あのタコ入道みたいな感じでですね否定したっていうのが載ってましたけども、まあ、限りなく真実なんだろうなということに前提だった場合、これはもちろん外交ルートでそんなこと知りませんよ。だけどまあ私も母外資産の、いろんなですね関係者知ってますんで、まあ、彼らは基本的にその数字というのはですね、まあまあまあそうだよという感じなんですよ。でもですね、そんなもんじゃないんですよ今回。もう大変、もうこれどうすんのこれ、金ないよそんなっていう話になっちゃってですね。でも安倍さんはですね、あこれで俺日朝首脳会談やって、これ北朝鮮勢がうんって言ったってことはロチ用紙返ってくんじゃないかみたいな感じで思っててですね、もうあとはよろしくみたいになってるわけですよ。これ頼まれた方がたまんないわけですよこれね。だからもう本当にどうすんだ、いいですか、アメリカがやろうとしていることはたった一つなんです。それはですね、我が国の骨の髄まで生態勢力が持ってるですね、この、まあ、母外資産のですね、残資を書き出すっていうことをやろうとしてるんですよ、経済支援という名目で。で日本は断れない、なぜなら拉致問題についてお前話してくるって言ったから、だから話してやってるの、何やってんだお前やって話になるわけですよ。だからもうどんどん出さなきゃいけない、いやーこれは大変ですよ。でそれは当然ですね、ちょっとお前それお札ってくれよってことですね、大号令かかってるわけですよ日銀に。お札バンバン吸っちゃって両手間はやめられないわけですよね。どうなると思います。だからこの結果どうなるか、日本円がブワーッと溢れちゃって、さらにもうバブルですよ、超バブル。そしてですね、最後はハイパーインフレでバーンと吹っ飛んじゃうと。
よろしいですか。要するにですね、我が国においてはそういう状況になってるわけですよ。でもう本当に末世になってきてましてね、まあこの北朝鮮の問題一方にある、他方においてですね、今何が起きてるかって言ったらば、トリチウム汚染水の話で、なんとなくしれっとですね、トリチウム汚染水の話もあるんで、福島第二原発も廃、あの廃炉にしていいですかみたいな、はぁみたいな、あの問題どうすんだよ、何にも解決になってない、どうすんだって話ですよ。あの話もう400トンあってですね、実はもう公然の秘密なんですけど、もうどんどん出しちゃってるわけですよ。これいつ発表するのって話ですよ。でそれで再稼働しなきゃいけないんで、アメリカから圧力かけられてるわけですよ。お前まさかプルトニウム貯めようと思ってんじゃないんだろうなって、これ再稼働でも再稼働いいんだけども、廃炉の問題ちゃんとやらないとまた国民感情でどうするどうするどうするみたいな、誰もできない。トリチウム汚染水の問題やっぱり解決しなきゃいけないんですよ。だから私ずっと言ってるでしょ、2012年からずっと言ってるんだけども、もうですね、いろんななんかもうなんとかブロガーのなんとかさんとか、まあ衛生専門家の人とかで、トリチウムは絶対に分解、トリチウム水は分解できない、できるんだからこれ。だから私ですね、もう今何やってるかって、もうこれをどうやって解決するか、いよいよもう具体的なスキームを、もう技術の問題じゃないです実は、どうやって日本のですね、この生態勢力も吹っ飛ばしてですね、霞が関、それからもう福島の現地、これもですね、合わせた上でどうやって急合して一つのですね、トリチウム汚染水の、分解というですね、これ分離、これをですね、どうやって合然と進めていくのかというのを、実は今私の研究所はですね、取り組んでおります。取り組むっていうか、別にあの頭の中で考えてるだけじゃなくて、実際に動いてるわけですよ。目の立ちましてね、やっぱりでも元のところはですね、これは母外資産がなければダメ、母外資産じゃなければ最初の部分やりませんから絶対。だからここの部分について話をつけた上でですね、スキームを作って福島の方々にですね、明るい未来、それからですね、水素が出てきたらこれはもうトヨタだって勝ちですよ。これ燃料電池車バッチリですよ。これね、燃料電池車ばっかり作ってもしょうがない、水素が欲しいんだから。みんなこれでですね、岩谷さんが一生懸命タンク作ったって、その水素どっから持ってくんだって技術がなかったら意味がないわけです。だから私は前から言ってたじゃないか、トリチウム汚染水を分解した結果ですね、大量の水素が出てくるんだったら絶対これ使うべきなんですよ。もういよいよその時が来た。でそれで私はもう一つ思うんですよ。もう一つですね、実はこれちょうど収録する前に私は決意したことありましてね、もうこの時って何が起きてる、かわいそうに5歳ぐらいの女の子ですか、もう両親から大変な虐待を受けてですね、ごめんなさいごめんなさいって、かわいそうにひらがなで書いてですね、最後はもう、大変な暴力とですね、飢え死にで死んじゃった、こんなことがあるんですよ。グローバリストとかなんとか言ってる人たち、かわいそうなアフリカじゃないんだよ。本当の問題があるのはこの国の中なんですよ。この国の中において本当に明らかな新しい貧困が生まれていて、でかわいそうにそんな親たちの下で生まれなければ、元で生まれなければですね、明るい未来があったかもしれない、才能があったかもしれない女の子がですね、死んでる、あれはたった一例、違う、もう世の中たくさんあるはずですよ。でですね、そういう子が本当に教育あるいは育児でアバンダンされて育っちゃうとどうなるかですよ。この間新幹線でかわいそうに未来あるですね、まあ、青年というのはちょっともうちょっと年齢いかれてましたけどね、もうめった刺しにした子も、あの子もですね、何かって言ったらアスペルガーだって言われて、結局それでもう教育を放棄されて、育児を放棄されて、親にも捨てられて、最後俺は死ぬしかないって言ってそれでやったわけですよ。なんでこんな国になったんですか、いつからこんな国になったんですか皆さん。だから私はね、トリチウム汚染水でもう無限に出ますから、これ1万年間ぐらい出ますから、これトリチウム汚染水でこれずっとやりすぎるわけですよ。で当然それは収益は生まれます、これ分解したら。これ使ってやっぱり日本のですね、子供たちがもう いろんな親の状況、いろんな状況あるけれども、この未来のある子供たちが、私はこの状況はですね、絶対認めないと、私自身の未来を自分自身の手で掴み取っていきたいんだと思う子供たちに対してですね、未来を与えるようなそういうファンド、本当にこのトリチウム汚染水でもうブワーッ出てきますから、水素みんな買いますから、大人たちが。でその買ったお金をですね、やっぱここに吸い込んでいかないと、要するに人材ですよ、ヒューマンリソースですよね、未来の。まあ67、50、私は40代ですから、それぐらいから上はもう、まあそれはもうてめえでなんとかしてくださいでいいですよ。だけどもこんな5歳の子供たち、あるいはですね10歳でお前はスペルガーだからって言われて育児放棄されて、本当にいいんですかね。私はもうこれは絶対国としておかしいと。でも国はデフォルトになっちゃうから何もできないんだよ。だからしょうがない、これは我々が立ち会ってやるしかないというふうに思ってます。今ある問題は実は全部つながってる、母外資産の話、それからですね、今持ち上げたトリチウム汚染水の話、原発の話、そしてですね、今完全に捨て去られている将来世代たち、これをですねトータルに解決しないことには、私どもが語っているですね、この最近ちょっとボロボロになっちゃったんですけど、
このですね、パックスジャポニカは永遠に訪れないと思うんですよ。だから私はこれ予測分析しないのね、また7月7日にお出しします、でもですね、この2018年7月7日に講演会もやってですね、その場で皆様方に訴えようと思ってるし、あと現実に私でもそれやってきてます。これは1月に出したもんですけど、予測分析シナリオ。もうこれ毎回毎回ご覧になってると思うんですけど、こんな感じでですね、未来がこうなっていくってことを、これからの半年間、そしてその向こう側における展開可能性について書いてるんですけど、紙だけじゃないんですよ。もはや行動が必要だ。行動のためには力が必要なんですよ。力をどうやってつけていくのか。それはですね、究極においては、やはり皆様方のお気持ちとですね、同時に一つの方向に向けてみんなでお金を入れていかなきゃいけないんですよ。我々としてはそういうですね、一つの同感になりたいというふうに思っています。もういよいよ積んできましたよ。本当に積んできました。なので私もですね、今度2018年の7月7日に講演会を行います。その講演会の場ではですね、新しい予測分析シナリオをですね、お出しします。そしてそのお出しする予測分析シナリオをですね、現在先行予約をですね、先行予約発売中なので、この辺でこう案内出てると思うんですけれども、ぜひですね、お買い求めいただきたいし、7月7日の講演会をお集めいただきたいんだけども、もうですね、なんか仮想通貨がどうのこうのとか金利がどうのこうのじゃないんですよ。もうこの私たちの国、日本がどうなるのと、ジャパンプロブレムになるか、要するに日本が問題だねっていう状況になっちゃってですね、パーンと弾けて終わっちゃうのか、それともパックスジャパニカ、この問題、この国、私たちの国、日本における問題解決のやり方がまさにそうそれだよと、それが世界に求められてるんだよという形になるかどうかというのは、皆様方の今この瞬間何を思われ、そしてどう行動するかに全てかかってますので、ぜひですね、この動画を見てピンときた方はぜひお集まりいただきたいというふうに思います。2018年の7月7日の講演会、東京の東銀座 G 通信ホールであります。ぜひですね、いろんな業務構成でありますので、いろんな会合でいろんな話しますけども、基本的にはそういうことです。もうですね、私たち医師はですね、なんか困難を語ってですね、株が上がるとか下がるとか、そんなんじゃない。今言った大きな構造の中で日本がもういよいよ詰んじゃってるよというところですね。もう安倍さんには任せられない、政治家に任せられない、じゃあどうするんだ、じゃあなんかちまちまやって、それちまちまじゃないんだ、どうすればいいのかということについて、私どもなりの研究所としてのですね、実際にアクティブアクションとして行っていくことについてお話をし、皆様と一緒に一つの力にしていく、そういう場にしていきたいというふうに考えておりますので、ぜひですね、2018年の7月7日、東京の東銀座でまたお会いできればというふうに考えております。ということでですね、ぜひですね、皆様方、今起きていることは実は全部つながっていて、この瞬間に皆様方は何を考えてですね、どういうふうに行動するのか、それによって日本の我が国のですね、あるいは世界全体の、そしてですね、私たちだけじゃないんですよ、将来世代、もう私たちにとって大切な子どもたちの世代にとって、今この瞬間に我々が何を考えてどう行動するのかということが全てですね、それを左右していくことになるんだというですね、決意を持って本日の、道中筋切りをお送りした次第でございますということでございまして、またですね、次回も、こちらの研究室になるかもしれませんし、あるいはですね、他のさまざまなところで、宮崎とかでいろんなところかもしれませんが、からですね、お送りしたいというふうに思っております。また次回もお会いできようと思います。以上、原田君でした。